い、皆さんこんにちは。店長のまさとです。ということで、本日はね、多分今この辺に出てますけど、ホットスプリングス in 北海道、ワークさんが公式に認めているうんちゃらかんちゃらっていう、いわゆるね、ちょっとそのままっと北海道ね、なんて名前なんですか？今マッチのグッカーです。グッカー、はい、グッカーとあれじゃない？あのパリってやってる、パリってやってる、かぶってかぶるやつ。スリンカーズです。いいね。こんだけ綺麗に乗ってるってないよ。これなんかあの昭和のダブルワイパーっていうあれらしいんですけど、オーナーさん合ってるんですか？ダブルワイパー、同時モノで。同時モノのダブルワイパー。もうないもん。すごい。今日ちょっと忘れてしまった。メッキも掃除物のメッキのワイパー。へえ。やっぱ掃除物っていいね。基本なるべくできるものは全部掃除物を使ってます。ウィンクミラーも全部掃除物です。いいね。なんかこういう人いたもん俺。小さい時。ラッピングなんですか？ラッピングなんです。あ、本当だ。すごいラッピングだ。わかんない。ドアノブのところもラッピング。すごい、これ匠の技だよ、匠の技。そう、こういうところもそうなの。すごい。であえてラッピングでできることで、あまりにも奥までメッキ入れちゃうとちょっとケバくなっちゃうのがあったんで、ここわざとくり抜いてもらってる。ほう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 。これやばい、聞けば聞くほどこだわりやばいね。詰まってるよ、この1台。すごい、聞いてよかったね。大好きな分野じゃん。
とうございます。ありがとうございます。 F だ F。 このさ、いろんなさ車に F ってあるけど、なんで F って言うか知ってる？カイさん知ってる？知らない。富士サーキットの F。 富士サーキット？富士スピードウェイの F。 富士スピードウェイって管轄トヨタだから。多分ね多分ね多分かよ。いやでもトヨタのはずだよ絶対。そうだから。これさ、もうどこが純正でさ、どこがさ、なんか石なさってるのかさ、もう分からないぐらい。ワイルドスピードだよ、ワイルドスピード。すごいね、うん、なんかモニター入ってる感じ懐かしいんだけど。でもオリジナルでしょ、ね、あまりにもすごいカスタム具合なので、分かんない人いるかもしれない。まず車種は、車種クラウンです。クラウン18です。18のクラウン、はい。なんか多分カスタムポイントめちゃくちゃいっぱいあると思うんですけど、はい、見るからにここすごいぜっていうところをちょっと言ってもらってもいいですか？なんかずれてる。めちゃめちゃこ、はい、これですね。下げてて当たっちゃってるんですね、はい、これが一押しポイントですか？そこはもう俺、オーナーさんのこのユーモアさに俺惹かれちゃう。もう折れた、折れました。当たってるんだぞって折れた。アニメめちゃくちゃ綺麗ですけど、買ったばっかりです。やっぱりこのためにそうです、このためにアルミを入れたっていう、はい、すごい。これちなみに何 J 何 J ですか？ 12J のマイナス4です。投資フロント 12J 入ってるんですか？しかも4駆です。4駆はいこれ聞いた、カメラマンさん、はい、12J って俺ら旧車に入れるのもさ、なかなかだよ。あれだって、あのこいつのクレスタでさ、ケツ 12.5 でしょ。12じゃん。12だっけ。すごいよ、前にだってあのクレスタだってケツ12でしょこれフロント12だから大変だよこれフェンダー何で作ってるんですか？これ鉄板で作りました。すごい DIY だ。 DIY？ はい、今は得意の DIY ですよ。本当の全部 DIY。 えヘッドライトとかもですか？はい、買っちゃいました。あー、買ったんですね。買っちゃいました。もう俺、月オーナーさん気づきしちゃったな。え、こういうのも全部やったんすか？あ、そうや。すごい DIY に息超えてるよ。お願いします。すごいよ。え、まさか中を DIY中まで DIY だそうです。すごいな。え、これどうやって DIY できるんだ。すごい。キー切ったらできます。キー切ったら DIY、はい、え、絶対これ職業にされてますよね？されてない。あ、でも塗装屋さんです。あ、そうなんですか、はい、え、僕らと一緒じゃないですか？塗装屋さんです。板金塗装やってます。あ、はい、そうですね。結界としちゃダメなんです。改造車ダメなのにこんな改造車乗ってらっしゃるってオーナーさん、俺惚れた。これエアロベース何ですか？ね、何だろう。何て言ったかな。もうあれこれ10年ぐらい前。なんかこういう素焼きにしちゃってるっていうか、こういうのすごいおしゃれ。ありがとうございます。メッキじゃなくしてるシルバー。見て。シルバー。おしゃれ。この赤の色に合ってる。トランクも作ったんです。おっす、見せてください。もう出た、DIY、出た。ちょっとちょっとずれちゃった。これも DIY ですか？ DIY です。これ DIY、 これやってんの YouTube 出した方がいいっすよこれ。ねえねえ、この完成度でできるってすごい。これ木切ったらできるんですか？木切ったらできましたね。木切ったらできる。息超えてるよ。2回ぐらい失敗してる。いや変えたなと思って。あー、確かに的に確かに
ク。今回トランクと、はい、ファーフェンダーを、まあ、ホイールは別として、はい、まあ、ちょっと色変え、色変え、あ、これ緑だった。おー、150ぐらいでも自分でやってらっしゃるから、それで住んでる、まあ変な話でそれで住んでる金額じゃないけど、それで住んでる。トランク、まあ、スピーカーも全部届いたんで、はいはい、トランクやってリアドア作り直して、はい、まあ、ホイール抜いたら120とか110。へえー、でもこんなの頼んだら倍以上ですよね。いやいや、どっかのショップさんにお願いしてたら倍以上だから、はい、倍以上でいないで、じゃあ聞かないね。分かると、うん、Do it yourself ってすごいな。すごいわ。だけどさっきも言ったけど、技術、知識ないとできないよ。これはね、もうあっぱれです。あっぱれ。有名人じゃない。せっかくだから小野さんの車を紹介させていただいて、朝の、ね、開会式の段階でイベントが今年行われるんですよね、はい、じゃまずじゃあ車の紹介から、はい、ここ見てくれっていうところを紹介してください。フェンダーと、はい、トランクと、フェンダー、トランク、いや全部好きなんですけど見てほしいんですけど、はいはい、これフロントも出してますよね。フロントも出してます。うわ、これ懐かしい。これさっきすごい気になったんで、俊介さん知らないでしょこれ。ダイヤ的にこれ乗っけたらあんまり、あんまりね、乗っけないじゃん。これ250キロぐらい、300キロぐらい出しても絶対オフィスでナンバーバレないやつ。よくありましたね、本物と偽物があってね、朝映っちゃうじゃん。そうそう、偽物でやるとちゃんとナンバー映っちゃってダメなの。めっちゃ大変なの。ここのスポット全部取って、で屋根ない車ってすごいの知ってる、橋さん。屋根ない車ってこの辺プラプラになるからね。強度ないからね。え、強度ないからね。そう、全部ここのスポット取って屋根ボンって取るんだけど、で窓ガラスも行きました、外しました。多分窓ガラス外してますよね、はい、何もないともうプラプラですごいんだけど、屋根ってすごい重要。ラッピングなんすねこれ。アルミをわざと購入するっていう気合の持ち主、すごくない？これがね、イベントの趣旨ですからね。すごい。
月30日にツドームで。おお、ツドーム。ツドームです。Gフェスっていう名前で。Gフェス。はい、イベントやらせてもらうんで。はい。うちの、あの、俺が通ってる車屋さんが主催なんですけど、はい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 、エントリーまだまだ募集してますんで、はいはいはい、皆さんよろしければ。Gフェスですね。フェス、はい、Gフェス。はい、そういうなんかあの水着のお姉ちゃんとかいっぱい出る感じ。あの水着の姉ちゃんちょっといないで、俺脱ぎかな。おおお、だそうです。4月30日。4月の30日。はい。にGフェスということで、はい、ツドームでやられるみたいなんで、はい、オールジャンルですか？オールジャンルです。オールジャンルっていうことなので、はい、皆さんエントリーしてね、はい、よろしくお願いします。俺らも遊びに行けたらいいね。あ、来てくださいぜひ。お願いします。おっ、分かりました。ということで、小野さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。やだやだよ。シックアップでね、一度出してるんだけど、バッグのある店が履いてるからさ、履いてるからさ、履いちゃってるからさ、はい、紹介してください。ワークワーク、はい、VS VS 19インチ。え、これ19ですか？これ19だって。俺もっとでかいと思ってた。これ何 J 何 J ですか？10.5、11.5 刻みますね。うん、のはい、マイナス46。すごいね。マイナス46って普通プラス46だからね。普通ね。リアがマイナス61。マイナス61。そんなアルミどうやって手に入るんですか？普通に買うの。普通に買う。で、色もない色を入れてもらって、はいはい、で、高く買わされてる。だそうです。すごいよ、まあ、相変わらず可愛いでしょ。フロントがさ、もうお尻に履くサイズだもんね。ここだけさ、こうやってさ、映像映したらさ、お尻、ケツの方の映像流してるもんだと思うね。ああ、そうだね。チロ、すごいよ。かっこいいね。自分の車かっこいいね。すごいかっこいいと思います。力作ですか？うん、力作。次 L1 履こうかな。 L1?すごいよ、相変わらず。キム兄さんのセルフィオはでしょー。かっこいいでしょー。ちょっと忙しいから行きますか。ちょっと帰るから。おい。ホットスプリングス初の北海道ということで、僕らはもう靴履いてね、参加させていただきましたと。今回台数そんなに多くなかったけど、次ならホットスプリングスはもっと盛り上げたい。僕ら今回ブースでね、出ましたけど、2回目をもっと盛り上げていけるように僕らもね、頑張っていかなきゃいけないということで、俊介さんもチェイサーワークなんか1個あってもいいんだろう、そういう仕様のエクイップでもいい。リリオスキットイベント仕様にじゃあ見たいです。いい。あ、いや、あるかもしれない。なんでアギも行ったじゃないね。アギも行ったからさ、ありだと思うよ。次なるイベントは何だろう。北海道のイベントで一発目ですけど、まだまだね、何回かイベント参加させていただくのあるんで、イベント動画としては僕らも要チェックということで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。